江東区の皆さん、亀戸駅にお集まりの皆さん、こんにちは。私が飯山あかりです。こんにちは。こんにちは。今日は、畠山先生、そして山口先生、私のためにわざわざ時間を割いて、こちらにいらしていただいて、話をしていただいて本当にありがとうございました。皆さんも拍手で、お礼の拍手をお願いします。ありがとうございます。本当に嬉しいです。というのも、私、今ね、有本さんとか百田代表、畠山さん、そして山口さん、みんなおっしゃっていただいたように、私たちには力がないと。なぜなら私たちには、既存政党に認められている権利が全く認められていないから、ものすごい不利なんです。ものすごい不利な中、選挙戦に打って出ました。そして現在情勢調査というのがたくさん出ています。皆さん知っていますか。今この東京15区の衆議院補欠選挙、ダントツで優位に立っているのは立憲共産党です。拍手しちゃいけないところですよ皆さん。立憲共産党です。立憲共産という党は実際にはありません。立憲民主党の候補、これに共産党が乗っかったんです。だから実質立憲共産党ですよ。今江東区のあちこちで立憲民主党と共産党がそれぞれ、ウェリウェリウェ、世界一の一味線を、ウェイシメスとかいう筋立ちをやっています。私何度も見ました。今ここでは立憲共産党が活躍しています。皆さん、このまま行くと東京15区から立憲共産党の議員がまた生まれるんですよ。立憲共産党、共産党が、日本共産党が掲げている目標、公約、これはですよ、日米同盟破棄ですよ。わかりますか皆さん。同時に共産党の事務所の前に行くと必ずこう書かれているんですよ。九条を守りましょうと。わかりますか皆さん。あの人たちは憲法九条というのを守っていれば、そして日米同盟を破棄すればいいと思っている。いや、そうしなければいけないと思っている。共産党と手を組んでいるということは、立憲民主党もそれに同意しているということですよ。皆さん、先の戦争から、日本で戦争が起きずに平和が保たれてきたのは、なんでだかわかりますか？日米同盟があるからですよ。皆さん、良い子の皆さんですから、わかりますよね。憲法9条があるからじゃないんですよ。私、中東研究者です。中東に長く住んでおりました。中東の人、誰一人として、憲法9条、日本にそんな憲法があるなんて知らないですよ。当たり前じゃないですか。皆さんの中に一人でも、エジプトという国の憲法に何が書いてあるか知ってる人いますか？いるわけないんですよ。そもそもね、他国の憲法に何が書いてあるかを尊重するような国が他国を軍事侵攻したりしないんですよ。そう思いませんか？思いませんかじゃないですよ。これが真実ですよ。ところが共産党は、日本は、我が国は、陸海空軍、その他戦力はこれを保持しない、国の公選権はこれを認めないというふうに書かれている。この憲法9条2項を守っていさえすれば日本は平和でいられるという、こういう嘘をついているんです。ありがとうございます。それに加えて、実際に日本を守っている日米同盟を破棄しろと言っている。日米同盟が破棄されたらどうなるか分かりますか？お隣の国が日本を侵略しに来ますよ。当たり前じゃないですか。こうやってね、日本を貧しくするどころか、日本を滅亡させようとしている。そういうね、共産党と手を組んでいる。立憲共産党。実際には立憲民主党の候補ですよ。この人が、今、この東京15区で、情勢調査で、ダントツ1位なんですよ。いいんですか、皆さん。日本滅ぼされていいんですか。明日にでも、日米同盟が破棄されたら、お隣の国が侵略されたら、私たちも日本人じゃいられなくなるんですよ。日本語話すこと禁じられますよ。日本のパスポートが没収されるんですよ。あなたたち今日から中国人ですというふうに言われるんですよ。あるいは今日からロシア人ですと。
そしてロシアの国歌を、中国の国歌を歌えと強制されるんですよ。ロシアの国旗を、中国の国旗を掲げようと言われるんですよ。それでいいんですか。今そこにね、日本国旗をそこに掲げてらっしゃる方います。こんなことをやったらね、逮捕されて、そういう日が来るんですよ。いいんですか。こんなね、九条を守りましょうとか言っている、そういう政党と立憲民主党が一緒になるの、なんでだかわかりますか。これはね、自民党をね、倒したいからですよ。自民党に勝つためだったら、選挙で一議席取るためだったら、誰とでも手を組む。これがね、立憲民主党ですよ。しかしながらですよ、立憲民主党は、このね、区の中でね、いっぱい街宣をしています。その街宣者にはこう書かれているんですよ。古い政治と、きっぱり決別と。私は申し上げたい。一議席取るためなら、選挙のためだったら、共産党とでも手を組む。この立憲民主党こそが古い政治そのものだと思いませんか、皆さん。ですから、こんな許さないと。立憲共産党なんかに一議席渡してなるものかという皆さん、ぜひ、私、飯山あかりに一票を投じてください。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんどうもありがとうございました。本当にね、今、政治家のいろんな候補者の中で、本当に国の安全保障ということを語る政治家、候補者ほとんどいません。なぜか、安全保障を語っても、それは表にならないと思っているからです。もちろん経済は大事ですよ。経済が最も大事。しかし、経済がいくら大事と言うとも、国が滅んだら経済も何もないんです。はい。まあしかしね、ちょっと経済の話、ちょっといたしましょう。安全保障の話はね、今、飯山さんがされましたんで。今、日本は、先ほど有本さんも言いましたけど、これデータです。この30年間でね、サラリーマンの給与が30年前と全く変わってないんです。これはもう、厳然たる事実です。私もこのデータを見たときに、愕然としました。本当かいな、これだと。本当なんですよ。信じられないです。先ほどね、いろんな方が言いましたけど、有本さんも言ったかな。日本人は、世界で最も勤勉な民族です。世界のあらゆる国の中で、これほど誠実で、働くのが好きで、真面目な国民いないんですよ。これだけ真面目に働いてる、そんな素晴らしい国民が、30年間働いて、サラリーマンの給料が全く上がってない。これはね、国民のせいじゃないです。皆さんのせいじゃないですよ。これ政治家のせいです。政治家が悪いんですよ、これ。なぜかというとね、この30年間で日本の政治家は日本を貧しく弱くしているからです。まあこんなこと言い出したらね、もういっぱいいくらでも例が挙げられる、いくらでも挙げられるんですけど、まあ一番皆さんに身近な話を一つだけしましょう。例えば車、今目の前をたくさん車走ってますけどね、私も車乗ってます。車はですね、外国製の電気自動車を1台買えば、その1台買うごとに、国の環境省は最大80万円の補助金が与えられます。そしてさらにこの東京都は、プラス50数万円の補助金が与えられます。ですから、外国製の電気自動車を買えば、最大130万円以上のお金が補助金として与えられるんです。で、これね、おかしいじゃないですか。日本にはトヨタ、ホンダ、日産、マツダ、スバル、スズキ、いろんな自動車メーカー、この自動車メーカーは世界に勝った自動車メーカーです。そしてその来年期間、ガソリン、あるいはディーゼル期間、そしてハイブリッド、これはもう世界のメーカーの他の追随を許さない素晴らしい技術を持った、そのエンジンは。そして、日本の自動車産業というのは、日本の最も大きな産業の一つです。自動車メーカーだけじゃないですよ。自動車メーカーが一つ発展すると、その関連業種、そのいろんな下請け、もうそういうのが全部含めると、日本の自動車メーカーというのは、まさに日本の産業を支えている大きな一つなんです。ところが日本政府は、その日本の自動車産業を支える、あるいは振興するどころか、そのライバル会社である外国の電気自動車に対して一生懸命補助金を出す。これ逆に言えたら、
日本の産業を弱めてるんです。これは一例です。他にもあります。もう喋ったらもうキリがないぐらい、つまり日本の政治家はですね、日本の産業、日本の経済力を発展さす、そういう努力をせずに、それ以外の外国の会社、外国の産業、外国の利益を優遇するような政策を取り付けた。その結果が30年間私たちサラリーマンの給料は1円も上がってないということになるんです。ほんでね、皆さんちょっと古い話をいたしましょう。1945年昭和20年の8月15日、日本はポツダム宣言を受諾して戦争に敗れました。日本が開幕以来、建国以来初めて対外戦争に敗れて、日本は外国に占領されたんです。日本占領されたんですよ。日本国土は全て占領されて、日本は主権を失ったんです。そしてその時の連合軍は8月の終わりに日本に上陸して、そしてあっという間に日本を占領して、そしてその連合軍が、これアメリカ軍ですけど、アメリカ軍は日本にまたどんな資源が残っているか、またどんな活力があるか、どんなインフラが残っているかを徹底して調べ尽くしました。北海道から鹿児島まで全部調べ尽くした。そしてその報告書は法令報告書といって、その年の12月に出されました。その法令報告書、私は読んだことがあります。もう何もかもないんです。日本何もかもないんですよ。その時に法令報告書の中には後悔出た。この国は、つまり日本ね、この国は50年経っても昭和5年当時の生活水準で戻れるかどうかって書いてたんですよ。50年かかって昭和5年当時に戻れるかどうか、こう書かれてたんです。実際ね、当時の日本は、昭和20年、1945年の日本は世界最貧国です。地球上のあらゆる国の中で最も貧しい国だったんです。だって国民が8000万人のうち300万人の命が失われた。そしてこの東京、大阪、名古屋、福岡、もう日本の誇る大都市が全て焼け野原にされたよ。本当に焼け野原にされたんですよ。何もかもなくなったんですよ。アメリカ軍は1945年の5月、日本が戦争を負ける3ヶ月前に東京を爆撃目標リストから外したんです。つまりもう東京にこれ以上一発の爆弾を落としても、その爆弾は無駄になると言われるぐらい、焼ける穴に爆弾を落としても無駄やということで、東京にはもう爆弾を落とさなくなったんですよ。それぐらい、もう日本を誇る大都市は全て破壊された。でもね、皆さん、日本は50年復興するのにかかりましたか？50年かかってないですよ。日本が戦争に負けてたった19年、昭和39年、昭和39年に日本人は何をしたか。このかつて19年前に焼け野原になった東京で、東京オリンピックを開いて、ホストとして、世界中の人を招いたんです。そして同じ年に、まさに同じ年、昭和39年に、アメリカもソ連もイギリスもフランスも、第二次世界大戦の戦勝国が、どこもできなかった、当時夢の技術、不可能な技術と言われた、時速200キロ以上で走る高速鉄道を大阪から東京まで通したんです。これアメリカもソ連もできなかったんですよ。これを日本人はたった19年でやってのけたんです。そしてその3年後、昭和42年、この昭和42年に日本は西ドイツを抜いてアメリカに次ぐ世界第二の経済大国になったんです。戦争に負けてたった22年です。世界最貧国の国がたった22年でアメリカに次ぐ第二の大国になったんです。にもかかわらず、この30年間日本の政治家は何をしてきたんだと、私は本当に怒りに震えます。ですから私たちは言います。政治が普通のことをやればいい。つまり日本を弱くする、貧しくする、この政策をやめて、本当に日本人がちゃんと働いて、その収入が自分たちの収入になるようにすれば、日本はあっという間に復活します。お約束します。でもこれを言う政治家は700人いても一人もいないんですよ。ムカつきます。本当に
あんまり腹立ったんで、ちょっと今頭の線が何本か切れました。すいません。はい。私ね、こう見えても68歳。今年ガンもやりました。はい。私の腎臓、左の腎臓にはね、ガンの焼けた手術の跡が2つ残っております。ですから私はね、先ほども言いましたように、まああとせいぜい10年の命です。でもね、私が死んだ後も、日本という素晴らしい国をね、ずっと残しておきたい。子供や孫たち。いや、私の子供や孫たちだけじゃないですよ。今の若い子供たち。そういう子供たちにね、日本を残しておきたい。いや、偉そうに言ってますけどね、実はね、この日本を、私は本当に豊かな日本に生まれそうだったと思ってます。でもこの豊かな日本はね、私の父親、あるいはおじいさんたちが頑張って残してくれたんですよ、これ。この国をね、うざうざと外国に渡すわけにいきません。今、安全保障の問題だけじゃなくて経済の問題もあります。例えばこの東京は去年1年間で東京の新築マンションの平均価格、新築マンションの平均価格、まあ皆さんも新聞に載っててご存知だと思いますけど、何倍やと思いますか。新築マンションの平均価格は1億2900万円ですよ。誰が買えんねん、こんな値段と。こんな値段、平均価格が1億2900万円。誰も手が出ないですよ、こんな金。こんな金。なんでこんなことになったかと。はっきり言います。中国人が投機のために爆買いしてるからですよ。つまり日本の経済がそれだけ弱くなったんです。このまま日本がどんどんまた経済的に弱くなったら、どんどん私たちの国、領土、土地、マンション、これが中国人に買い与えられていきます。それだけじゃないですよ。皆さんの住めてる会社も買われるかもしれない。ですからこのまま放っといたら、20年後、30年後、私たちの子供が中国人に使われて、中国人のために働くという、そんな国になるかもしれないんですよ。でもね、これを一生懸命やってるのが、今の自民党の政治家たちです。これ証拠がないからね、はっきりしたことは言えません。YouTube でもちょっとね、残るんで危ないところなんですけど、でも言いますよ。証拠がないんですけど、私は想像です。今、日本の自民党の政治家のかなりが、中央から金をもらってますよ。それやないとね、こんなバカな政策を随時にできません。中国製の自動電気自動車を買えば、国からね、国と党から130万もお金がもらえるなんてね、こんな政策、誰が得するんですか。誰がこんな政策を考えたんですか。ここには、はっきり利権があります。私たちは、それを追求していきます。有本さん、一言。疲れました。はい。なんかね、急にこの、もうちょっと流れを持って振ってくれればいいんですけれどもね。電気自動車っていうことで言いますと、まあ今ここにね、たくさん車が走ってます。今、百田代表が言いましたように、私たちの国、だいぶ経済力が弱くなりましたね。この30年間でサラリーマンの平均年収が上がってないだけじゃなくて、国自体も成長してない。これだけね、成長が止まってる国というのは G7 の中で日本だけなんですよ。しかしですよ、皆さん。成長が止まってるとは言っても、まだ G7 の一角に日本はいます。今なんか世界第4の経済大国になったらしいですけれどもね。で、この日本がですね、まあそれでもかろうじて G7 の一角にいて、岸田総理がですね、いや G7 の一員だとか言って大きな顔をしてられるのは、自動車産業のおかげと言っても過言でないんですよ。そうでしょ？まあもちろん他の産業だってみんな頑張っておられるんだけれども、国際競争に勝ち抜いて、いろんな嫌がらせを、例えばアメリカでも自動車産業、日本の自動車産業はかつてアメリカで相当な嫌がらせを受けた。そういうものにも負けないで、国際化していってですね、それで車をどんどん売り続ける。その裾野にはですね、車を作る裾野には自動車会社だけじゃなくていろんな下請けのメーカー、そういうところもしのぎを削っている。この大きな
雇用を作る産業、そして日本に富をもたらす大きな産業、日本の基幹産業ですよ、自動車産業は。これをわざわざ不利にするこの補助金っていうのは一体何なのかと。だけどね、こういうこと言ってるのは私たちぐらいしかいないんですよ。誰も永田町の人そんなこと言ってないんですよ。どうしてだと思うじゃないですか。それでね、もっとびっくりするのはですね、東京都は2030年までに、あとわずか6年ですよ。あとわずか6年で、ガソリン車をゼロにするって言ってますよ。まあ、でもね、小池さんのなんとかゼロっていうのはほとんど公約だって守られないから、多分守られないと思うんだけれどもね、やれ花粉症がゼロだとか、満員電車がゼロだとかね、8年前にいろいろ公約掲げてましたけど、一つも守られない。公約達成度ゼロですから、まあ多分ね、ガソリン車ゼロも守られないだろうとは思うけれども、でも、小池知事は、これをどんどん進めるためにですね、東京都が環境省以外にまた補助金を出してる。さっき言いましたように、50数万円補助金を出してる。それからさらにですね、例えばタワーマンションとかそういうところにね、充電の機械をつける。これ充電設備がですね、まあそれも多分その規模によっていろいろあるんでしょうけれども、だいたい1機つけると百数十万かかるそうです。これほとんど補助金で賄われるから、1万円、2万円の負担でつけられるそうですよ。そんなもの一生懸命つけようとしてるんですね。だけど車に詳しい方は私よりよくご存知と思いますけど、電気自動車って充電するのにむちゃくちゃ時間かかるんですよ。ガソリンだったら数分じゃないですか。それからもっと言えばね、トヨタの水素自動車だったらガソリンと同じぐらいの時間で充電できるんですよ。なんで水素自動車にじゃあ補助金出さないの？江東区はね、結構水素の充填ステーションがあるんです。まあそういう意味ではね、江東区はまあまあいいんですけれども、もっとそれに補助金出して皆さん、トヨタの水素自動車買いましょうって、なんでやらないんでしょうかね。なんで中国のメーカーとか、アメリカのメーカーの電気自動車にじゃんじゃん補助金出して、そしてしかもそれは全く日本で作ってないんですよ。日本人の雇用に何にも貢献しないものに、百数十万も国と東京都で補助金出してる。こんなバカなことをやってたら、日本が弱くなるに決まってるじゃないですか。だからね、こういう普通に考えれば当たり前のことを、とにかくやる、あるいはやめさせればいいんです。日本政府やですね、東京都がやっている日本を害する政策、これをやめろという声を皆さんと一緒に上げていきたい。もちろん、その先頭に EM 当たりは立つわけですけれども、でもやっぱりね、EM 当たり一人の声ではなかなか届きません。ですからもう日本中からもうこんなバカな補助金やめようという声を大きく上げていきましょう。特に東京はですね、2030年にガソリン車ゼロになって大国土かと言いたくなりますよ。しかもね、もっとびっくりするのはですね、日本政府はついこの間、去年だったと思います。いろんな自治体が公用車ってのを持ってますね。例えば知事が乗る車、市長が乗る車、こういう公用車に対してですね、これを電気自動車に変えたらば、3割補助してあげます。またこういうこと言い出す。なんでそんなことするんですか？なんでこの車王国の日本の自治体の公用車が、中国製の電気自動車に変えられなければいけないんですか？なんでそれを国が補助するの？もう全くやってることがわからない。だからここにも怪しげな利権が絶対あるんですよ。皆さんこういうことをね、どんどんほじくり出して、こんなダメなことはやめろというふうに言うために、私たちにぜひ力を貸していただきたい。そしてですね、まあさっき百田代表も言いましたけど、まあよくこういうこと言う人いるんですね。あなたたち、たった一人国会議員を送り出したとしても、何にもできないでしょと。まあ偉そうに自民党なんかの人が言うわけですよ。あんたたちだって何にもできないじゃないか、400人もいてもと私は思うんだけれども、まあそういうふうに言うわけ。でね、その時に私は思うんですよ。いやいやね、と。400人もいて、明らかに日本の国益を害するようなことをどんどんやられるぐらいだったら、たった一人正論を言ってのける人間を送り込む方がはるかにいいじゃないかと。あなたたちが400人の人数で日本を弱くするようなことばっかりやってる。それをやめろと。やめろという人間がたった一人でも必要なんだと。そしてもし、これが3人になり、5人になり、10人になり、20人になり、やがて100人になって、そんな日本の国益を毀損するような政策を
これもやめろ、あれもやめろと言っていけば、それだけで日本は良くなるんです。そうだ。ですから、私はね、ある人に申し上げましたよ。自民党の皆さん、いいんですよと。いつでも私たちは代わりを送り込むから。いつでも選手を交代していただいて構いませんよ。なんだったら、岸田総理の代わりに、河村たかしが総理大臣になったって全然悪くないじゃないかと。政治経験たっぷりあるんだからと、いうふうに申し上げました。百田総理でもいいですね。でもちょっと私が大変なので皆さんそれはご容赦ください。ただですね、そういうふうにね、わけがわかんない、自分たちは数を持ってるからなんだかわかんないけど偉いと思ってるんですね。私たちにしてみれば、あの LGBT 法を見ればわかるようにですね、あの人たちが数を持ってるってことはもはや国民にとっての暴力ですよ。だからやっぱりね、ここで飯山あかりをまず一人永田町に送り込んで、そしてどんどんそれに続く人たちを日本保守党として送り込んでいく。このことによってまず日本を豊かに強くする政策を提言する。そして日本を貧しく弱くしている政策をこれはやめろとはっきり言う。このことがまず大事だと思っております。ですから皆さん、今回の補選は日本の将来を、日本のこれからの運命を決める最初のきっかけになると言って過言ではありません。ぜひとも江東区の皆さん、飯山あかりと書いてください。そしてこの飯山あかりという名前を書くために28日まで待つ必要はありません。ぜひとも期日前投票で飯山あかりと一票を投じてください。よろしくお願いします。皆さん本当にありがとうございました。ずっと、私たちが、喋ってる横で、後ろで畠山さんがもうそろそろ降りたいとかもう言わずに、普通やったら言うんですよ、もうええやろ、もう降りてもええやろとか言わずにで、私が、いや畠山さん、もう実はね、いやもうしんどいやろ、降りてもいいですよと、いや最後まで聞く、こんな畠山さん見た初めてなんです。この人10年で死ぬとか言ってますけど、こういうやつに限って死にませんから、もうずっと生きてますから、皆さん安心してください。ありがとうございます。山口さんももし、よかったら最後で一言だけ言いたいことは一つだけ、明かりを灯そう。皆さん本当にありがとうございました。それでは最後に、一言、飯山明かりさんに、ご挨拶いただきまして、今日のこの凱旋は終わります。では飯山さんどうぞ。ありがとうございます。皆さん、私いつも申し上げてますが、私たちを応援してくださる皆さんのこと、そして私たちのことを今は応援していないけれども、私たちと同じように日本に住んでいる日本国民のこと、私はこれは全員家族だと思っています。家族っていうのは支え合うもんです。お金稼げないから、面倒がかかるから、そういう人たちを家族は切り捨てたりしませんよ。弱い人とか働けなくなった人、そういう人をみんな一緒にまとめて守っていくのが、それが日本という国だと思っています。ありがとうございます。これはね、はっきり言って今のリベラルな人たちが言っている弱者に寄り添うとかいう、そういうものとは違うんですよ。あの人たちは特定の弱者というものだけを取り出して、例えば外国人、例えば LGBT、 そういう人たちを取り上げて、その人たちだけのために寄り添えと言っているんです。これははっきり言って日本国憲法に抵触しています。ありがとうございます。私たちはどんなに強く見える人間だってみんな弱いとこ持ってんですよ。私だってね、ものすごい強いというふうにも、お前はとんでもなく強い女だというふうに言われます。でも私にだって弱いところはたくさんある。私言いませんけどね、私はね、頭に病気を持って生まれてきたんですよ。小学校の頃からずっと闘病してきたんですよ。それを乗り越えて今がある。でもそんなことアピールしてどうするんですか。私にはそういう問題がある。でも皆さん一人一人にそれぞれ悩みとか弱いところがあるんですよ。ですから自分にはこんなに弱いんだなんてことを言わないで、みんなそれぞれ弱いってことをいたわり合って守り合って、それでみんなで日本を盛り上げていく。私はこういう国にしていきたい。そう思われる方、ぜひ私に投票してください。よろしくお願いします。はい、皆さん、亀戸北口駅に集まりの皆さん、本当に長いことありがとうございました。私たちの話をね、
もうじっと、本当に座りもせずに、じっと聞いていただいて、皆さんの眼差し、本当に上からよくわかります。皆さんの熱い気持ちが本当に伝わります。ありがとう！ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら、解散！ありがとうございました。頑張れ！